どうぞ。兵庫県内で家族4人で暮らす高瀬みなみさん。夫婦で働いていますが、みなみさんは育休中。幼い2人の子供の世話で毎日慌ただしく過ごしています。明るいですよね。もう笑いが垂れないですよね。1歳2歳なんでめちゃくちゃ可愛いですよ2人とも。あの頃に比べたらもう断然笑う回数とか増えてる思いますね。チューもいてやっぱり3人って、他の家族からしたらやっぱり特殊なのかなと思いますけど、我が家では亡くなっててもやっぱり長男はチューで。長男のシューちゃん、2017年の11月に生まれ、半日余りでこの世を去りました。直前までずっと元気元気で元気ですって言われてて、生まれた後も元気ですというふうに言われていたのに。死因は棒状腱膜下血腫という脳内の出血による出血性ショックでした。高瀬さんは長年の不妊治療を経てしゅうちゃんを授かり、出産は無痛分娩を選びました。麻酔でうまく力を入れられなかったこともあってか、しゅうちゃんの体はなかなか出てこず、赤ちゃんの頭に器具を当てて引っ張る吸引と呼ばれる方法が用いられました。しゅうちゃんが負った棒状腱膜下血腫は吸引で頭に大きな負担がかかったことが原因と見られています。高瀬さんは2018年に大阪市内にあった産科クリニックに損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こします。なぜ息子が亡くならないといけなかったのか、何も検証されないまま行ってしまうということはまた同じことを繰り返すんではないかと。高瀬さんはクリニックが吸引後に適切な経過観察や搬送をしなかったと主張。クリニック側は争う姿勢で、しゅうちゃんの容態が悪くなった後のクリニックの対応が主な争点になりました。高瀬さんが出産したのは午後8時。クリニック側の記録ではその2時間後、しゅうちゃんの手足に血液中の酸素不足が原因で皮膚が青っぽく変色するチアノーゼの症状が出始めていました。そこからさらに2時間後には顔にもチアノーゼが現れ、呼吸も荒くなっていたことがわかります。その直後に助産師が医師に呼吸の状態が悪く元気がないと連絡。そして医師がクリニックに到着し、しゅうちゃんが救急病院に搬送されたのは最初に症状が出てから5時間半ほど経ってからでした。裁判の中でクリニック側は、最初にチアノーゼを確認した午後10時の時点では特段の異常所見とは認められなかった、さらに呼吸の状態が悪くなってきた時には棒状腱膜下血腫による症状ではなく医師に報告する義務はないと主張しました。しゅうちゃんの搬送はなぜ遅れたのか、命を救うことはできなかったのか。4年にわたり続いた裁判は来週24日に判決を迎えます。しかし、必要な医療行為でこういう判断でこういうふうにしたんだというような説明がきちんとなされていれば、結果に対して納得はできなくてもどこかで先生は頑張ってくださったんだなっていうところで気持ちに折り合いをつけれる部分があったと思うんですけど、裁判通してそういうプロとしての意見、自分はこういう判断をしたからこうしたんだみたいなものが一切なかったんです。裁判っていうものの中では、やっぱり真実ってなかなか見えてこないんだな。
高瀬さんが知りたかった真実は明らかにならないままでした。担当した医師は退職して、クリニックは現在別の名前で営業しています。では安全のため足を止めていきますね。高瀬さんはその後も不妊治療を続け、2人の子供を授かりました。子供たちと過ごす中で日常生活の幸せを感じたり、日々笑って暮らせるっていう自分もいるんです。だからといってじゃあ週のことが全てなくなるのかっていうと全然そうじゃない。心に大きな穴が開いたような感覚、それはやっぱり埋まらないんです。高瀬さんは今回の裁判を通じて自身の辛い経験を教訓にしてほしいと考えています。これから出産される人は出産の時こそわがままになっていいし、わからないことはわからない、不安なことは不安、しんどいことはしんどいって絶対言った方がいいと思います。じゃないと何か起きた時に私みたいに永遠に後悔することになるので、自分がどういう分娩方法を選ぶのか、どういう医者、お医者さん、病院を選ぶのかっていうことを本当に後悔のないように考えていただいて、何かこうおかしいなとか不安だなって思うことに対して質問できたりとかできると思うので、やはりこう知っておくっていうことが大事なんじゃないかなと。